はい、うさぎチャンネル始まりました。どうも皆さんこんにちは、永里優希です。今日はですね、三浦選手のプレーを少し見ていただきました。このチャンネルでですね、三浦選手のプレーを取り上げるのはおそらく初めてだと思うんですけれども、以前ねインタビューで取り上げさせていただいたんですけれども、実際にねこうプレーするね映像を一般公開でね取り上げるのはこう初めてなんですけれども、今シーズンのね初めの方はノースカロライナのチーム自体のその課題であったり問題であったりその修正点についてはそのクルーメンバー限定の動画の方で、いくつかね挙げたんですけれども、で今回ねこうして久しぶりに三浦選手のプレーをねちょっとね取り上げたいなと思って取り上げたんですけれども、シーズン序盤に比べてですね、ノースカロライナもですねしっかりとその攻撃の目的っていうのがこうプレーに現れるようにこうなってきてですね、シーズン序盤はですね結構目的がボールポゼッションにこうなりがちだったので、なかなかでその攻撃の糸口をこう見出せない試合が多くて、で勝ちきれない、点が取れないっていう試合が続いてたんですけれども、でシーズンね、中盤取り越して終盤に入ってきてですね、チームとしてもその点を取る形っていうのがようやくこう見えてきてですね、そのゴールへの意識、ゴールへの意思っていうのが少しこうはっきりしてきたかなっていう印象があります。でその中ね三浦選手自身もその前へ通すパスの意識であったり、その攻撃に参加していく意識っていうのを以前よりもねこう強くなってるなっていう印象を受けました。でそのパスがね通る通らないは別として、その意識の部分でちょっと変わったなっていうプレーがね、随所に見られたので、この辺にねちょっと成長を感じたなっていうふうに思いました。以前からこれは言ってるんですけども、そのパスの種類ですよね。パスの種類が増やせると、映像でも見てもらった通り結構チャンスを作れそうな、場面を作れるので、前へのパスをねこう出す意識で、強いパスを出す意識っていうのはね以前よりすごく強くなってるんですけれども、少し緩めのパス、浮き球で相手の頭上を通すような緩めのパスですねをその走ってる速度に合わせてそれが出せると、より驚異的なボランチになれるかなっていう風な気はしております。で、この日でシカゴのピッチ状態は非常に悪かったと思いますね。他の選手もいっぱい滑ってましたし、その、ね、プレーしづらいピッチではあったと思うんですけれども、そんな中でもねジュエルでねしっかりボールを取り切る場面も、見られましたし、そのチームのねリンク役になってですねこうボールをつなげていくっていう部分においては、しっかりと役割を果たしていたのかなっていうふうに思います。で、相手でね受けるのが上手い選手なので、そのボールをね受ける前にどういうプレーを次選択するかっていう、そのイメージの部分とオプションの部分、ここが少しもう少しね持てるようになると、その攻撃の選択っていうのが変わってくるので、ってなってくると一気にその三浦選手のパスで攻撃のスイッチを入れるようなパス、攻撃の起点になるようなパスのを出せるようになってくると、チームとしての攻撃のバリエーションとかそのスピードアップのするタイミングを少し後ろの段階から作れる、その前に行った時のスピードアップだけじゃなくてボランチの位置からのスピードアップしていくプレーですね、これが作れるとその攻撃のテンポっていうのもより調整しやすくなりますし、その相手にとってもこう嫌な攻撃につながるかなっていうふうに思うの で、その辺がねできるようになってくると、かなり、いいんじゃないかなっていうふうには個人的には思いました。はい、ということでノースカロライナはですねこの試合にね勝利しまして、だいぶプレーオフ進出に向けて一歩前進しましたね。残り4試合なんですけれども、で勝ち点がこの試合で勝ったことで、その下の下位のチームとその勝ち点差が少し開いたので、この試合での勝利はすごく大きかったかなっていうふうに思います。でノースカロライナはねやはりプレーオフ常連のチームなので、ここからの4試合はどの試合もね一つも落とせない試合になってくるので、こういったね勝負がねかかった試合を戦えるっていうのは非常にね、成長していく上では欠かせない試合になってくるので、こういった状態でどういったプレーができるか、っていうところで、そのあたりの、ね、プレー選択だったりですね、そういったところにもね注目していけたらいいかなっていうふうに思います。だいぶ佳境に入ってきたのでね、 WSL もでね、杉田選手もねちょっと怪我をしてしまって、でここ数試合ベンチ外が続いているのでそこはちょっと心配なんですけれども、で田中美奈選手もインジュアリーリストに載っていてここ数試合ベンチ外が続いているので、日本人選手ね、ちゃんと稼働しているのは私と三浦選手だけになってしまっている状態ではあるので、でね、筑波選手がねアンダー20のワールドカップからもうそろそろ戻ってくると思うので、でその辺もねまたプレーを楽しみにしたいと思っております。エンジェルシティのねスタンボー花選手もねなかなかやっぱり正ゴールキーパーの座をね勝ち取るのは難しい状況だと思うんですけれども、夏のねサマーカップで、初
出場をね記録できていたので引き続き頑張ってほしいなというふうに思っております。ということで最近のクルーメンバーの動画では長野風花選手のプレーについての分析動画を上げてますので、こちら気になる方はぜひ、クルーメンバーの方に登録していただければと思います。でチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録を、そしてこの動画へのいいねボタン拡散ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。